もうやめて。お願い、これ以上シオンを惑わせないで。今さらのこのこ出てきやがって、何のつもりだ。フェブ、ルイ、なぜ自分自身を否定するの。それでは何も変えられはしない。斧が半身を失い、なおさまよう人々と同じなのよ。お前だって似たようなものだろうが、この半身を失ってな。お願い、自分を受け入れて。あなたは誰も憎んではいない。憎しみを持てない自分を否定したいだけ。分かったような口を聞くな。私には分かる。あなただって私たちレアリエンを理解してくれたわ。その結果がこれだ。確かに理解したぜ。全てが無駄だったってな。ルイ、うるせえんだよ。俺がいつまでもてめえのことを気にかけていると思ったのか。貴様らレアリエンなんぞに未練はない。いいえ、気がついているはずよ。あなたは再びこの場所に戻ってきた。それこそがテスタメントとして存在し続けようとした理由だから。あなたがあなたであった証だから。理由だと、証だと、ふざけるな。俺は何一つ後悔しちゃいない。俺は俺自身を、世界を肯定したからこそここにあるんだ。世界を否定しようとしている奴らにこの意志を理解できるものか。世界を否定なんかしていない。私たちは混沌より生まれる新たな秩序を信じたいだけ。私たちの思い一つで世界の色は、未来は変わると信じたいだけ。夢物語だ、そんなもの。儚い希望にすがっているだけだ。願い望めばどんなことでも叶う。私たちの関係もそうだったでしょう、ルイ。俺を残して死んじまった女が今さら何を。そう、そのことがあなたの意識をこの場所につなぎ止め、苦しめる結果となった。私はこの呪縛からあなたを解放したいの。もう俺に関わるな。お前はすでに死んだ女だ。ルイ、肉体は滅んでも私はここにいる。あなたと共にいるわ。もう苦しむ必要はない。俺はお前を救えなかったんだぞ。いいえ、私はあなたに救ってもらったわ。思いを交わすことで世界の色は変わるんだって教えてもらった。それだけで十分よ。お前は俺を恨んではいないのか。俺に関わらなければこんなことにはならなかった。お前だってそうだ。俺の望みはフェブ。行きましょう、ルイ。彼女が導いてくれる。人とレアリエンの未来。待って、フェブ！私はこれからどうしたらいいの？シオン、辛いかもしれないけれど、それはあなたが自分自身で決めなければならないこと。大丈夫。あなたは自分と信じるようにすればいいわ。自分を信じて心を開くの。
彼女はあなたのそばにいるのだから。フェブ！行かないでよ、フェブ。私には何もわからないのよ。フリーの死は